デジタル一眼カメラ α で写真撮影を楽しむ。テーマ別に作例を見ながら撮影のコツとレンズの選び方を紹介します。15、花火大会の彩りを撮る。夏の風物詩の花火大会、一瞬で夜空に消えてしまう花火もカメラを使えば綺麗に残しておくことができます。今年の夏は一度撮影にチャレンジしてみませんか？ここでは花火を綺麗に写す第一歩になるテクニックを紹介します。花火を撮る準備をする。打ち上げ花火を綺麗に撮影するには長時間シャッターを開けておく必要があるため、三脚でカメラを固定して撮影します。また、花火の開花に合わせてシャッターを切るタイミングを調整するため、できればリモートコマンダーも用意しましょう。花火の撮影は機材だけでなく撮影場所も重要です。できればメインの鑑賞会場で撮影をしましょう。解説のアナウンスを聞くことができるので撮影がしやすくなりますし、花火大会の雰囲気そのものも楽しむことができます。ただしメイン会場で撮影する際は周りの人の邪魔にならないように注意が必要です。三脚が高すぎる場合は足をなるべく伸ばさずに低くして構えると後ろの人の邪魔にもなりにくいですし、振動や風によるブレも抑えやすくなります。また三脚の使用そのものが禁止されている場合もあるので事前によく確認しておきましょう。当日は明るいうちに会場に行き機材のセッティングをしておきましょう。また街灯や電線などカメラに映り込むものがないかのチェックも大切です。使用するレンズは打ち上げ地点までの距離や撮りたい写真のイメージにもよりますが、はじめはレンズキットに付属している標準ズームレンズで撮影してみましょう。広角、焦点距離が短い側でダイナミックな写真と、望遠、焦点距離が長い側で迫力のある写真と両方を撮ることができます。カメラの設定をする。機材の準備ができたら次にカメラの設定をしましょう。カメラの撮影モードを M モードに設定し、 ISO 感度、絞り、シャッター速度の3つをそれぞれ設定します。デジタルカメラの場合、 ISO 感度とはレンズから入ってきた光をカメラ内でどのくらい増幅させるかの指標になります。花火自体はとても明るい被写体なので基本的には ISO100 で固定して撮影をします。花火の明るさは絞りで調整しましょう。絞りとはレンズから入る光の量を調整する部分です。こちらの写真のようにレンズの中に備わっていて、穴の大きさを変えることで取り込む光の量を調整しています。適正な F 値は花火の種類によって異なりますが、 F13 を目安に撮影すると多くの花火を適正露出で撮影することができます。もし撮影した花火の軌跡を確認して暗すぎるまたは明るすぎると感じる場合は F10 から18程度を基準にしても構いません。花火の種類が変わるごとに F 値を微調整するのが理想的ですが、撮影に慣れるまでは F 値は固定しておき、シャッターのタイミングに集中することをおすすめします。花火を印象的に写すにはシャッターを開いているタイミングが最も重要です。シャッター速度とはイメージセンサーの前にあるシャッターが開いている時間のことです。シャッターが開いている間、イメージセンサーに光が当たり、その光をもとに画像が作られます。シャッター速度はシャッターの開閉タイミングを自由に調整できるバルブに設定をしましょう。打ち上げ音がしたらシャッターを開き、開花した花火が消えるまでシャッターを開いておくと、こちらの写真のように花火の軌跡をきれいに捉えることができます。シャッター速度が短すぎるとこちらの写真のように花火が点で写ってしまいます。
またリモートコマンダーでシャッターを切るにはカメラ本体での設定が必要な場合もあるため、事前に設定方法を確認しておきましょう。リモートコマンダーがない場合でもバルブでシャッターを切ることができますが、シャッターボタンを押した振動で画像がブレやすくなるため注意が必要です。どちらの場合でも長秒時ノイズリダクションと手ブレ補正はオフに設定しておきましょう。また一度のシャッターで複数の花火を入れるとより華やかな一枚になるのですが、同じ位置に打ち上げられた場合は露出オーバーで白く飛んでしまうため注意しましょう。いざ本番撮影へ。機材の準備とカメラの設定が完了したら、いよいよ本番の撮影です。まずは花火にピントを合わせましょう。ピントは実際に打ち上げられた花火にマニュアルフォーカスで合わせます。最初の花火だけでピントを合わせるのは難しいので、最初の数発はピント合わせに使い、中盤や後半のフィナーレに備えましょう。より厳密にピントを合わせたい場合はマニュアルフォーカスアシストやピント拡大機能を合わせて使うと便利です。またマニュアルフォーカスに慣れていない場合はオートフォーカスで打ち上げられた花火にピントを合わせ、その後すぐにマニュアルフォーカスに切り替える方法もあります。どちらの場合でも撮った画像を再生画面から拡大し、ピントが合っているかどうかを確認しましょう。構図を変えたりズームをするとピント位置が変わってしまうこともあるため、その際はもう一度撮影画像のピントを確認することをお勧めします。花火を見たままの鮮やかな色で撮影するにはホワイトバランスも重要です。基本的にはオートホワイトバランスでも綺麗な色で写すことができますが、水色、ピンク色、レモン色といった中間色の花火は電球に、わび花火のような日本伝統のオレンジ色が強い花火では太陽光に設定すると見たままの印象に近い色で写すことができます。またより色鮮やかに残したい場合はクリエイティブスタイルのオプションからサイドをプラス方向に調節すると、より一層鮮やかな写真となります。ホワイトバランスやサイドの設定をしたにもかかわらず色が薄い、白っぽいと感じるときは露出がオーバーになっている可能性もあります。その場合は絞りをもう少し絞って再撮影してみましょう。撮影に余裕があれば花火に合わせた構図にもチャレンジしてみましょう。最適な構図は使用するレンズや撮影場所、撮りたいイメージにもよりますが、単発の花火を一つずつ撮る場合は縦位置で、クライマックスのワイドスターマインやミュージックスターマインであれば横位置で撮影すると花火を画面全体に入れて写すことができます。もちろん単発でも風景や雰囲気を一緒に写したい場合は横位置で撮るのも良いでしょう。リモートコマンダーを使う。花火のようなバルブを使った撮影ではリモートコマンダーが必須となります。リモートコマンダーとバルブを併用することで、写す花火の軌跡や数を自由に調整することができます。さらにカメラを見ずに片手でシャッターが切られるため、カメラに気を取られずに花火鑑賞そのものに集中することができます。またリモートコマンダーを使うことでシャッターを押し込んだ際の振動によるブレ軽減や30秒以上の長時間露光ができるようになるため、夜景や星空など三脚を使った撮影の際にも便利です。商品の詳しい情報などについてはソニーの商品情報ページをご覧ください。またサポートお問い合わせのページでは、他にもアルファで写真撮影を楽しむためのテクニックをテーマ別に紹介しています。ぜひご覧ください。